こんばんは。5月30日午後7時になりました。第292回ですね、しゃべくり末路の時間になりました。今日の末路なんですけども、一応その予想最高気温は24度だったんだけども、そのぐらいでしたかね。ちょっと今日涼しかったですね。上着を着るまではまあいかなかったですけどね、昨日なんかよりは、だいぶ涼しくなりましたですね。ところで今もね、仕事から帰ってね、新聞見る暇最近ねんでね、すぐ持ってきたんですよ。今日の新聞ね、一面には首相増税再延期を説明っていうのがありますね。そしてね、境面見るとですね、いろいろニュースありますね。これ今まであったんですが、ね、こういう話が専門職大学創設を答申と、中教審ね、成長分野の即戦力を育成と、19年春の開学を目指すなんていうね、記事があります。ということでね、いつもの通り生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、ご案内お住まいの岡さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡さん、ところでね、今日おいでいただいて、おやすですね、おやすのそのお化粧の池ですか、昔と今今昔ということでね、お話しいただくんですけれども、このおやす姫っていうのはどんな方だったんですか？1200年頃、うん、今の真っ白東を、ね、雨風山、うん、頂上付近、うん、険しく、また、はい、谷もありっていう、はい、また下には千曲川という大きな川が流れて、うん、本当に堅固な砦のところに立った、うん、雨風城っていうのがありました。でその雨風城の、うんうん、城主東城左衛門の城って人は早く亡くなっちゃったもんで、未亡人の雨御前が、はい、上司この方ですか？あ、そうですね、うん、雨御前ね、に絶世の美人、うん、おやす姫が育てられたって、このこれですかね。はい、うん、そうですか。はい、そんな方だったんですね。それでこの生い立ちとかね、そこら辺についてはこちらに何ですか、紙芝居があるみたいなんで、はい、紙芝居でちょっとね説明してもらってもいいでしょうか？はいはいはい、これでこれが、あ、これが今話をした、うん、まあ1200年だから800年前ですね。そうですね、鎌倉幕府を治めた宮本頼朝が善光寺お参りに来た時に、うん、おやす姫を見初めて、うん、鎌倉へ連れていくって、まあ話に なって、まあ、結局連れていくっていうことは、うん、まあ側室して連れていくんです、うん、実際はまあ人質、結局雨風で落とせなかったので人質な関係で、うん、あれで連れて行かれたんだよね、うん、でこれで鎌倉連れてったと。はい、それでこうして鎌倉に連れてって、これ 今話したで、当時うん、鎌倉に連れてくっていうのは、うん、吉永と福永で、うん、こっちに攻めてきた時に善光寺来た時にこの帰りに、あ、これは今のこの場面ですね。あ、そうですね。あ、それでこれがだからこれはもう鎌倉行って、あ、これ鎌倉行った、ね、もう頼朝に上映されて、うん、あ、なるほど、ね、でこれで、そうです、それで まあおやす姫、その本当の頼朝の正室の、うん、政子ですか、うんうん、それが嫉妬深いっていうことで、ほうほうほう、本当に子供を宿るってことを心配していたんですよね。ほうほう、でできちゃった。できちゃったもんで、うん、あれ政子が怒ってね。怒って。でも信州の真っ白へ帰ってけって。けれと。けれと。消されちゃったんだ。そうなんですよ。かわいそうね。その時におやすがなんか購買を持ってきた。そうなんですよ。購買を持ってきて、ほうほうほう、
おお、この勾配綺麗ですな。そうですね、おやつも綺麗だけど。はい、そうですね。あで、うん、あこれはそうですか。だから、うん、これはこの鎌倉にいる時のこの状況なんですけれど、うん、親姫が、うん、このね、うん、今言った身を持ちゃいけないって、うん、この庭にあった勾配に、うん、花は咲いても、うん、見はつけるなと。お、なるほど。だけどできちゃった。なるほど。で信州帰るっていう話になっちゃった。ですかね。あ、そうなんですか。それで、まあ、昔のその生い立ちというか、おやす姫についてはそうなんですけども、今はどうなんですか。今っていうか、その大川さんご存知のそのお化粧の池の雰囲気では、本当に当時から、うん、水はまろやかで、うん、で、夏は冷たく、はい、冬は暖かいっていう本当にいい水で、うん、その水の使ったから絶世の美人のおやす姫も、うん、ますます綺麗になったっていう話だそうですね。あ、それでなんかご近所のお話はどうなんですか。そのお化粧の隣の、うん、おばあちゃんの言うことには、うん、この池を、うん、家来に探させる。あ、当時だから、今から7、8、うん、もっと前か、7、8、だからそのもっと前か、その鎌倉幕府の、だから今の言った、うん、800年ぐらい前になりますかね。おばあちゃんを呼びに来たってことになるとやっぱり100年ぐらい前だ。だからね、その、うん、おばあちゃんは多分真っ白の伝説って話の中で、ああ、そのお話、おばあちゃんがお話を聞いた中の、知ってた中で自分が厳しかったってことを、なるほど、話してくれたんだと思います。ああ、そうなんですか。あ、じゃあおばあちゃんはそのお嫁に来た頃はそんなには厳しくなかった。そうですね、まあなんか話に聞くと、うん、なんか池の、うんうん、こう役人っていうか、はい、そういう人が来て、うん、なんか池の水をきれいにしてたこともあったってことはあったそうです、うん、なるほど。はあ、それでももうその当時まで管理されてたんですね。だと思いますね。うん、お子さんもそうですか。そんなことを見ました。私の時はもう、ええ結構おおらかになって。あ、そうですか。うちでは、夏は、水が冷たいから、スイカなど冷やしたり、あらららららら、隣のおじさんなんか、ビール毎日2本冷やして、それを晩酌にやって使ってたような状態で、おおらかに使ってました。じゃあ、もう大川さんのご存じなら、もう本当にそんなに雰囲気はなかったんですね。そうですね、そんな厳しい雰囲気は、はい、じゃあ冷蔵庫代わりに。そうです。当時なかったね、冷蔵庫ね。そうなかったですね。ああ、そうか、冷蔵庫代わりに使ってたんですか。それでうちのお袋なんて冬は水があったかいもんで、うん、野沢なんか洗わせてもらったりで、昔だったら本当にえらいことで首跳ねられちゃうから。あ、そうだね、昔だったらね。そんなとこで何やってんだろう、水害冷やしたり野沢洗ってなんだということになっちゃうんですな。で、水の量っていうのも今も水の量もいっぱいコンコンと湧いてるんですか。ね、水の量はね、正直言って松代地震終わった頃、うんうん、たまに枯れるようになって、うん、で今それより松代高校とか、うん、警察学校ができたもんで、うん、結構水の量が減ったりも、うん、してます。あ、見学者ってのはいっぱいいらっしゃるんですか。青木佐野さんの民話で、うん、あれで結構皆さん、あ、本出したらね、はい、そうです。おうおうおう、あれで来るんですけれど、まだ今の長野市政の100周年の看板がなかったもんで、うん、あ、おい、化粧の池って聞いたけど、うん、どこにも見えねえや。あ、だけどその100周年の縦看板のおかげに、うん、あ、ここだわって来るようになりました。そうですか。じゃあ最近はたくさん、そうですね、大人も子供も、はい、そうですね、小学生もグループで結構来て、前
ちょうど梅の花が咲いてる時期に来て、おやす勾配って勾配だから赤い花咲くんだよななんて子供たちが話しているのを聞いて、ここにはおやす勾配ないんです、真っ白高校のちょっと下のところの小高いところがおやす勾配っていう場所なんで、この今皆さん見てるところのこの梅は昔おやす御前がお屋敷があって住んでた場所なんですよってことも教えてやります。これおやす勾配のこれですかね。そうですね、ここですね。これが今の松代高校の。そうですね、これだから何百年も経ってるんですか、この梅は。だからそのことが他にそのまんまずっとだらもっと綺麗っていうか今もうこんな状態なんですよね。うん、そうですか。なんかお母さんお隣にね住んでて、いろんなお話あるみたいじゃないですか、面白い話が。特に話しても、私がいる時にちょうどね、見に来てくれればいろんな話もできるんですけど、さっきも言ったようにやはり小学生が結構多くグループで見えて、そんなようなエピソード、さっき話したような話とか、さっき厳しくなく近所では重宝に使わせてもらったってこともやっぱり、話で、とりわけそんな毎日いたわけではないもんで、今定年になって自分もんでいることが多いんですけれ ど、ね、ああそっかそっか。でこちらにやっぱりお化粧の池のこれね紙芝居もあるみたいなんですけども、これが、最後なのかな、これが今のお話のおやすこぜね、おやすめです、絶世の美女。そうです、綺麗ですね。綺麗ですね。綺麗に書いてありますよね。ああ本当に綺麗だったんですよね。そうですね。でこれもなんか面白いあれですかね、話になってるんですか。あ、こうなってるのか、このようなね紙芝居で、なんか紙芝居で作ってくれたのがあって、これがお化粧の池でね、はい、こんな風に、あ、これが結構ちゃんちゃんバラバラやってた当時の、さっきの冒頭お話しいただいたあれですね。そうなんです。でこれが天御前が池を、きれいな水があるところを探すっていう、それの多分お話だと思うんですよ。なるほどね。でなんかそれで夢枕になんか観音様が出てきて、今のところをなんか教えてくださったってことで。はあ、観音様も教えてくださった。そうです。でこれが池。そうです、そこに、当時は。あ、やっぱりこれ作詞だったんだ、昔は。昔はそうですね、厳しく。あ、厳しく、あ、なるほど、こうなったんだ。なるほどね。そうですか。それで、これがさっきの梅のお話になるんですが、そうじゃねえか。これは、だから探してもらって、お休みがより綺麗になるようにってことに、境内に探させて、で、探した水を、姫だけが使うんじゃなくて、姫様、私たちにも使わせてくださいっていう、町の人たちが、町の人たち、またお城に勤めてる、なるほどなるほど、人たちも、使って、これで松代の人はみんな綺麗になったということですか。そうですね、まあ余談の話ですけど、うちの近所の、もう、小学生から70、80の、までの女の人、みんな綺麗ですよ。お化粧の家でみんな洗ってるからかな。なんかそのご利益ですかね。あ、ご利益。素晴らしいね。それでこれみんな綺麗になって、ね、あ、そうですか。いやね、これみんなねこう紙芝居でね、ご案内できればよかったんですけどね、まあ、ちょっと時間も関係でね全部話できないんですけども、もうね時間もなくなってきてしまったんですけども、
小川さん、最後にこの松城の人が、まあ、これ見ていらっしゃる方に、はい、なんか一言何かあったら、ね、ぜひお願いします。まあたまに水も枯れる時もあるんですけれど、うんうんうん、まあなかった時はまあ残念だと思って、うん、水があったらラッキーだっていうことで、なるほど、一度は皆さん、うん、見学して来ていただければと思いますので。飲めるんですか今も？もう今はダメですね。ダメ、あんまり湧き方がちょっと少ないもんで、昔はコンコンと湧いて流れていたぐらいで、飲めねえけどちょっとこう顔をこうこんな入れないんでしょ、ね、そう綺麗になると。そうだと思いますよ。じゃあ皆さんぜひねお化粧の家行ってね、うん、顔をちょっと洗ってもらえば綺麗になるかもしれないね。はい、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お化粧の池ね、我々はまだちょっと難しいですけど、はい、若い人はいいかもしれないけどね、まあ宮坂さんもちょっとダメだかもしれないけどね、そういう点でね、あれなんですけど、ちょっと面白いね、紙芝居を使いながら、お化粧のお話をしましたね。はい、来週なんですが、その前にね、これですね、前島家住宅でね、囲碁の道場ってのやってるんですね。6月5日日曜日、それから7月5日火曜日9時半からっていう形でですね、前島家住宅でいろいろこれ企画してるですね、そういったものでね、やっぱり皆さんで見ていただいたり参加していただければいいなというふうに思います。これまあ町歩きセンターの方にもね置いてありますし、前島家住宅の方にもこういうパンフレット置いてありますんで、ご希望の方は寄っていただいてですね、参加していただければいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。さてさて、それではですね、来週ですけれども、来週はね、清水さんですね、はい、清水さん、じゃあ来週はどんな形にするんですか？来週はですね、はい、私もちょっと仲間に入ってるんですけども、うん、小生物環境保全プロジェクトっていうクラブなんですけども、いろいろ新しいクラブ、はい、長いんですよ本当に、もう、めんどくさいんですいろいろそうなんか、うん、領収書とか、うん、いろいろもう大変なんです、ね、これ一緒に読まないと難しいね、なかなか言えないでしょ、いつも同じ領収書来ないんですはい、それでどんな話に、それでですね、うん、松代の自然保護活動ということで、まあ、大紫がの森からですね、 、はい、あれが一番元になって、うんうん、で今いろんなことをなんとなくこう皆さんでやるようになっちゃって、はい、そのことについて、はい、いろいろ、まあ、場所の、まあ、市からのあれも提供されてるということもありますし、はいはい、草刈りやったり、保護活動をやったり、それからまたこの頃は桜の種から苗を作って、今、30センチぐらいになってきてますんで、これから何千本もできそうなんです、はい、またそれを話を、したいと思います。はい、どんな状況になるかね、はい、うん、ただでくれるのか売るのかとかね、いろいろあるよね、まだいいふうになればいいです ね、うん、そうだね、はい、じゃあそんな来週は、はい、6月6日、はいはい、293回、はい、じゃあ清水さんがね、はい、パーソナリティという形ですね、はいはい、どうなりますかそれは来週のお楽しみということでね、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。